とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーの攻略ですね。11階から21階まで行きたいと思います。まず、10階の報酬ですね。両馬王の取っていってください。では、行きましょう。ここ特に問題はないんですけども、レイスが、1体かな出てきます。レイスのね、攻撃がちょっとうざくなりますので、極力早めに、倒していくのがおすすめです。レイスがね、本当に鬱陶しいのよ。なので、早めに処理しちゃってください。結構ね、敵も多いのよね、ここ。多いので、よし、安全に行きたいところ。でもあんまりね、めちゃくちゃ弓を使いたい場所ではないんですよ。ある程度は取っておきたい感じですね。まあ、ある程度はね使ってもいいんだけども、やっぱり後半ものすごいあの弓使うんですよ。なのでそこに向けてある程度は保存しておきたいところかな。 OK、 あとは問題ないですね。倒しちゃいましょう。11階クリアでーす。で、11階の報酬でスノーアーマー、これに変えてください。耐久力もありますし、これタンブルビーがついてます。2でいいです。うん、タンブルビーを2つけてください。で、両馬王の2、輝きだね。2で十分です。入れといてください。で、マルチショットだ。はい。このセットですね。で、タンブルビーがついてますので、まあ、回避をしつつ、蜂を出して、戦っていきましょう。で、ここ、地球箱あります。箱はね、忘れないように。取るようにしてください。もったいないのでね。で、このタンブルビーはまあタンクにもなるし、全然アタッカーとしてもね役に立つんですよ。結構攻撃力あるので、まあ耐久力はない、こいつら自体に耐久力はないんだけども、攻撃力は結構ありますんで、かなり、役に立ちます。 OK、エンチャンターがいる。オッケー。で、タンブルビーも出しつつ、いきましょうね。はい。まあ、輝きが入ってるので、結構安全ですよね。そこそこのダメージだったら、輝きで回復とかもできますし、うん、安定性があります。ここは何もいりません。次行きましょう。で、ここ商人で、ハープクロスボウに変えていきます。ハープクロスボウが今回は重要だね。うん、ハープクロスボウは本当に使えるので、ぜひ使ってみてください。で、エンチャでこれですね、連鎖反応を入れましょう。2入れればいいです。3はね必要ないかなーって思って。で、ここら辺からちょっと、敵のね、うざさが、強くなってきますので、弓でいきましょう。もうハープクロスボウでもうガシガシいってください。うん、もうそうすると、まあ安全にいけるんじゃないかな。もうとにかく敵が多いですよ、この辺から。なのでハープでいくのがまあ安全ですし楽です。で、奥の方にネクロマンサーいます。ネクロマンサーは、まあ、若干ね近接も入れつつ戦っていくと早いと思います。しゃ、はい、終わり。で、赤のねこの登山家がいるんですけども、こいつがね結構HP 高いです。攻撃力も高い。でもなぜかいつもここにはまってるのよ。うん、
なのでここら辺の安全なところから攻撃してください。俺もう10周以上やってるんですけども、必ずあそこに挟まってます。うん、あんまり動かさないようにしてあげてください。あいつ本当に痛いので注意しましょう。で、パワーシェイカー、あ、違う違う違う、これ虚無の矢筒だ。前はパワーシェイカーと言ってたけども、虚無の矢筒の方がいいってことに気づきました。虚無の矢筒で行ってください。で、これ倒す順番が、まあ、どっちからでもいいんですけど、俺は上から行きます。俺は上から、こっちでもいいんだよね。でもね、下のね、イリュージョナーを叩いちゃうと、あれ、ブラインドもらうんですよ。ブラインドもらって、あぶな、結構うざくなるので、俺は、あれは、まずは、ステイで、行ってますね。オッケーオッケー。どっちからでもいいと思うんですけどね。でも俺はイリュージョナーは後回していきます。この方が、あー、はい、出た。このブラインドが鬱陶しいんですよ。ブラインドもらっちゃうとどうしてもダメージが入らなくなるんでね。終わりかな。次でここか、違う、こっちか。ああ、いつの間にか倒してた。はい、まあ、うん、好き好きでいいと思います。俺はイリュージョナーは後回しにしますね。ブラインドもらいたくないので最初から。はい、で、報酬でヌスットに変えていきます。まあ耐久力はないんだけども、まあタンブルビーでなんとかなりますので、これはタンブルビーでいきます。で、クールダウンを2とタンブルビーを2入れてますね。はい、クールダウン2あれば虚無の矢筒が結構使えます。この虚無矢筒が意外と、いい味出してくれますね。うん、当たったやつだけじゃなくて、その周りに、虚無を撒き散らしてくれるので、ダメージがね結構いい感じに増えるんですよね。うん、これはねあんまり使ってはなかったんだけども、まあ、今回のタワーで結構新発見でしたね。虚無の矢筒は意外とこの集団戦で役に立ったというの。で、ここ敵多いんですよ。むちゃくちゃ多い、ここ。なので、一応注意してください。敵の数がここえぐいです。やばいやばいやばい、危ね、危な、やばいやばいやばい、こいつはやばいぞ。OK。エンチャント受けたらね、エンチャントが切れるところまで移動すれば大丈夫です。よっしゃ。いいね、虚無の矢筒が、いい味出してる。んで、もう少しかな。あ、エンチャンターだけで終わりかな。あ、まだいた、若干いた。よし、それでは10、あれ、俺まだどこ、あれ、あと1体ぐらいいんのか、どこかに。いや、ちょっと敵が行方不明ですね。え、どこどこ、え、上の奥の方か、あ、そこかー。全然わかんなかった。迷子になってたね。はい、16回クリアです。後半戦はね、16回と17回が難しくなってますので、その2つを、まあ、注意して、行ってください。16回の報酬は何もいりません。で、ここね、下の方にエンチャンターがね、3体か4体湧くんすよ。なので、下には行かずに、上で、エンチャントがかからない場所で戦うと、ベストです。うん。とにかく、ここね、エンチャを敵が受けちゃうと、どうしようもなくなるんだよね。なので、
忍者を、剥がすっていうのを気をつけてやってください。 OK、 いいかな。もう本当にね、敵がえぐいぐらいに多いんですよ、ここは。しゃ、まだいるな。しかも下はね、あ、お、よかった、今のでエンチャンター倒した。もうここにエンチャンターがね、わらわらいるんで、ほんとこの下の部分には行かないように戦ってください。もうほんとベストはこの辺、この辺りで戦うっていうのがいいです。うん、まあ16回17回難しいんで、まあ気をつけて行ってくださいね。はい、では、次ですけども、スプラウトアーマーに変えていってください。スプラウトアーマーのポーションバリアですね、これをつけて、そしてさらに、霊気ですね、入れてください。で、あとあと霊気をちょっと多めに入れていくと、安全になりますので、これがいいと思います。で、ここも、そんなに気をつけることもないかな。うん、まあいつも通り、弓を使ってね、ガシガシいけば、まあ、問題なくいけると思います。もうもったいがらずにいいですからね、最後の16回ぐらいからは。もうもったいがらずに、もうガシガシ使ってください。意外と、クリアの時に弓は余ります。なのでどんどん使っていって大丈夫です、気にせずね。もうちょいか、ネクロ2体倒した。ネクロが確かこう2体いるんですよね。あと1体いるかな。よし、18回クリアです。はい、まあ、弓でガシガシいってください。で、報酬で守護のトーテムですね。ボスとか、ここ、19階がだいぶ楽になります。ここね、ネクロマンサーが1体いるだけで、あとは特に問題のないステージだと思うんですよね。まあ、基本この辺から、あぶね、戦ってください。この辺で。守護のトーテム使って、まあ、ガードしつつ、こんな感じですね。で、いくと、結構安全にいけると思います。うん。まあ、とにかく、あの、ネクロさえ、撃破してしまえば、あとはもうなんてことないです。雑魚です。よし。はい。ということで、19回クリアです。で、ここ、武器ね、好きな人は虚無剣に変えてください。まあ別にこれ嫌いだなっていう人はもうそのまま行っていいと思います。別にね、あの近接武器は使わないので、まあ使わんかな。なので気にしなくていいです。で、ハープクロスボウ上げましょう。はい、ハープクロスボウがものすごい重要です。これだけで戦いますからね。んで、あ、これこれ、スプラウトアーマーの霊気は多めに入れといてください。やっぱ 20% と 40% じゃ全然違うのでいいと思います。で、余ったやつをこれアイテムボーナスだね、出るかどうかは分かんないけども、まあ入れておいて損はないですね。雑魚も一緒に出てくるので、よっしゃ、雑魚からパワーポーションが出る可能性がある。うん、確定じゃないんだけどね。よっしゃ。遠いとこに行っちゃったな。うまいことね、敵が近くに来てくれれば最高なんですけども、そううまくはね、立ち回らないよね。ここ持久戦です。優先になります。まあそれは分かってるとは思うんですけど、ものすごい持久戦になるので、あんまりね、欲張らないようにいくと
安全だとは思いますね。いやーもね、見ての通り残り220何本かある。これだけあればもう十分なんで、やっぱり最初のうちどんどん使って大丈夫です。いやー長いいやー本当にこいつの HP はね、ここ3回ぐらいかよく出るようになったんですけど、 HP 高いもんもうやめてくれっていうぐらい HP 高いからね。よし、いいね。あーダメだ。じゃあ減らないな。お前の HP が全然減ってくれない。でもなんかこれを対策しようとすると、ステージがなんか難しくなりそうな気がするんですよね。なので、ボスはこういう風に地道に倒すしかないかな。 OK、 チャンス。このコマが出てきた時が本当にね、一気に削るチャンスなんでね、ガシガシいきましょう。もうちょいだ。よし、 OK、 次で型をつける。いけるか。あぶねえよし、もう型をつけたい。よし、 OK。 いや全然 OK じゃない。どこだ。ああもう、でもまあまあ次で終わりです。もう確実に仕留めに行きます。じゃあ、いや意外と削れないよし、 OK、 終わった。で、あ、クリーパーいたね。はい、ということで、21階のボス、HP 高いです。めんどくさい。でも、まあ、1階から21階までで30分かからないぐらいでいけますので、慣れれば周回はしやすいかなと思います。まあ、今回の、タワーですけども、問題なのが7階、で、16階、17階、そして21階ですね。ここさえなんとかなれば、クリアできると思います。はい、頑張ってやっていきましょう。ということで、報酬を最後見て終わりたいと思います。なんだ？頼むよ。よくない。いや、オーバーチャージとかついてるな。虚無す、使えなくはないね。なるほど。違うバージョンで使えるな。旋風衝撃波をつけた感じで使える感じだね。ボーンヘッドハンマー、まあいいんじゃないですか。これゲットしましょう。はい、ということで、1階から10階の攻略もね、ぜひ見てください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。